旅をするチャンネル音旅、こんばんは、オガウェイです。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回はじゃん、エフェクツインのウィンドウリッカーという99年にリリースされたシングルです。このジャケット、エフェクツインのこの顔シリーズのジャケットの中ではこの顔コラージュが一番気持ち悪いなと思うんですけれど、このアートワークを手掛けたのがクリス・カンニンガムっていうイギリスの映像作家ですごく有名な方なんですけれど、ビョークの PV とかを手掛けてたりします。このウィンドウリッカーっていう曲の PV もこのクリス・カンニンガムが手掛けてます。その PV の中でもこのエフェクツインリチャード・デイビッド・ジェームスが顔だけこう合成されてたりとか加工がされてたりとかしてめちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。それがクリス・カンニンガムの当時のすごい典型的なテイストで、その彼の世界観も楽しめるんで、ぜひ PV も見てみてください。下の説明欄のところに貼っておきます。で、このウィンドウリッカーって曲なんですけれど、やっぱり今聴いてもめちゃくちゃかっこいいんですよね。エフェクスツインの名曲の一つやと思うんですけれど、本当に素晴らしいこう音の連鎖で、なんという緻密な音の組み合わせとセンスなんやろうって思います。この曲を紹介するにあたってちょっと調べたら、2017年にイギリスの交通安全の CM にも選ばれたそうです。そういうお堅い交通安全みたいなお堅い CM にこういう尖った曲を合わせてくるっていうのがイギリスのセンスの良さやなって思ったりしました。日本やったらなんか今流行っている歌謡曲とか、20年30年前に流行った例えばドリカムの曲とか、もっと前のピンクレディとか、流行った曲合わせますみたいな安直な選曲というか、大衆に媚びた選曲をするあの傾向にあると思うんですけれど、この辺はやっぱ尖ってる曲を合わせてくるっていうのがセンスあるな、おしゃれやなって思います。この B 面の曲もまた良くて、 B1 が記号の羅列になっててちょっと読めないんですけれど、この B1 がまたぶっ飛んでて暴れまくってるんですよ。それがまたかっこよくて、この B1 の曲も好きですね。で、その暴れまくった後に来る何のっていう曲、これがねものすごい乙女チックなんですよ。この落差がすごいなと思うんですけれど、ものすごいロマンチックでちょっと胸キュンみたいな、そんな感じのする曲なんですよね。この流れも好きですね。暴れまくった後のこの乙女な曲っていうのがすごい才能やなと思います。ということで、今回はエフェクツインのウィンドウリッカーというシングルのご紹介でした。ちなみにこのレコードは友達に譲ってもらいました。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。